はい、ゲロッチョンです。今日はですね、こちらになります。こちらはね、アメリカザリガニですね。ゲストさんがね、持ってきて飼育してくれということで、今ね、こちらで飼育をしております。そしてね、今ね、もうね、明けになったので、これからね、こちらの水槽に、そこのアメリカザリガニをね、移して、冬をね、越してもらおうかと思っております。ということでね、こちらからね、こちらにね、リフォームをね、これから作っていきたいと思います。じゃあね、早速ね、もう冬になる前にやっていきたいと思いますんで、やっていきまーす。はい、まずはですね、こちらです。こちら、川でね、拾ってきた砂になります。ザリですね。このザリをね、今からこちらのね、水槽に入れていきたいと思います。こうやってね、ちょっとね、引いてきていきます。よし、はい、このようにね、今入れ終えました。次はね、入れ終えましたらね、次はこちらになります。はい、こちらの山でね、この間拾ってきた流木ですね。この流木を使っていきます。はい、こちらのね、流木なんですけども、水にねつけるとちょっとね、この流木浮いてしまうので、強制的にね、今回ね、早いこと沈めるためにね、強制的に水槽の中へ沈めていきたいと思います。はい、今回はね、強制的にね沈めたいので、このプラスチックの板とそして流木をね、取り付けました。そしてね、アルミの重りもつけております。そしてこのようにね、水槽の中へと入れていって、ある程度ね、置きたい場所の位置を決めていきます。よいしょ、こんな感じかな。こういう感じでね、まず置きますね。よいしょ。そして次に、今度浮いてこないためにこの砂利をもう一度ね、上からかぶせていきます。ジョロジョロジョロと。そしてね、アルミの重りもね、見えないようにかぶせていきます。だいたいこういう感じにね、砂利をね、引いていきたいと思います。そしてね、次はですね、はい、次はですね、こういうね、流木をね、入れていきます。こういう感じですね。はい、そしてね、次はね、よいしょ、よいしょ、こういう感じでね、ちょっと倒れないようにちょっと砂を寄せて、そしてね、ちょっとね、石をね、入れていきたいと思います。はい、こちらはね、川でね、拾ってきたね、石になります。それをね、今ね、入れていっております。で、大体ね、こんな感じでね、いいのを探してちょっとね、入れていきたいと思います。はい、大体ね、こういう感じに出来上がりました。こんな感じですね。あとはね、こちらにね、水ですね、水をね、入れていきたいと思います。はい、今ね、こちらにね、いている、これだけと言ってます。はい、こちらですね、ゲストさんが持ってきたザリガニは、よいしょ、はい、こちらになります。はい、爪がね、1個ね、折れとったみたいで、ちょっと少しは生えてきております。これ多分脱皮したらね、またね、大きくね、爪がね、成長すると思いますんで、これからね、この出来上がったね、向こう側にね、移したいと思います。はい、このようにね、今ね、アメリカザリガニの新しいね、移転場所がね、このように出来上がりました。こちらはね、今ね、流木が浮くので、ちょっと固定して沈めております。こっちですね、これはね、ちょっとね、水草じゃないんですが、入れてみました。まあ、腐ったで取り除こうとは思っております。この奥にはね、ちゃんとしたね、水草を入れております。ということでね、今からね、こちらの方に、アメリカザリガニをね、入れていきたいと思います。はい、今からね、このアメリカザリガニをね、入れていきます。ほい、じゃあね、入れていきます。ほい、入るね。ほい、よいしょ、よいしょっと。はい、入った、入りましたと。はい、今ね、アメリカザリガニがね、こちらの方に入
入ってくれました。ちょっとね中へ潜っていこうとしておりますけども今ねこちらの方で潜っていこうとしてるけれども、体がね引っかかってるみたいでね、これ以上入れない状態のようですわ。さあどうすんやろこれ、ちょっと見といてあろうか。どうや、やっぱ諦めるか。はい、諦めましたと、こちらからはね入ることができません。よいしょ、こんな感じでねしばらくねこちらに乗って、そしてここにね明日落ち葉取っていきます。落ち葉はねちょっとね沈めてね冬越しをねしていただこうかなと思っております。多分落ち葉入れたらねちょっとね冬越しもね冬眠もねできやすいんじゃないかなと思います。ということで今日はねこのアメリカザリガニをねこちらの方に移転して冬をね越していただこうかと思っております。まあ、これからねこいつもねしばらくはね少しね動画も撮っていこうかなと思っております。今ちょっとねなんかおとなしくなってしまいましたけど、まあ慣れたらねしばらくの間動くんじゃないかなと思っております。そしてねおとなしく冬眠をねしていただければ、また春のうちにね顔を出すんじゃないかなと思います。ということで明日はねちょっとね落ち葉取ってきて、こちらの方にね放り込んだね状態のやつもね動画をね一緒にやっていきます。ということでね、あとはね落ち葉をね取ってきます。今日はねこの落ち葉をね今ね持って帰ってきております。この落ち葉ね今ね乾燥しているので、お隣のこちらのバケツにね落ち葉を入れて、そしてその上にね水を足せてちょっとね湿らせたいと思います。今ねこのようにね落ち葉を入れたところです。これからちょっとね水をねここまでね入れていきたいと思います。はい、今ねこのようにねバケツにね水を入れて、この今ねここにね入れております。これをね水のしばらく寝かしてちょっとね湿らせたいと思います。湿らせてからねこれをね水槽の中へとね入れていきます。はい、今ねやっとねこちらの方に落ち葉をね入れさせていただきました。一応これ洗ってね 2,3 時間置いてやってるんですけども、多分ねまたねアクが出てくるんじゃないかなと思っておりますが、また色がねアクが出てね黄色くなったら水替えもねちょくちょくとしていこうかと思っております。ということでね今回ねこのザリガニこういう感じでね冬眠をねしていただこうかなと思っております。多分しばらくねこのままね買っていきたいと思います。ということで今日はねこんな感じでザリガニさんのねはい、こんな感じでねもうザリガニさんをねこちらの方へ飼育をねすることになりました。まあ、これでね冬をね越していただくとねいいんじゃないかなと思っております。今ねこちらの方にね見えますかね、ちょっと奥の方の木のね下の方でほらこれ見えます、この電気ついたかな、この奥の方でね今ねゆっくりとしております。ということでねこういう感じですね、こんな感じで今ねなっております。ということでまたねいろいろな動画上げていきますんで、どうぞよろしくお願いします。でこれからこのザリガニもねできるだけね長生きさせていきたいと思っております。ということでね、またこのザリガニのね飼育とかねこの姿がねまたね動画にもね撮っていこうかなと思っております。まあ冬眠したらもうねちょっとね春まで寝てもらいますけども、ということでまたそういうことでね今回ねザリガニさんをね飼育用にを作ってみました。ではねまたねいろいろな動画上げていきますんで、どうぞよろしくお願いします。バイバーイ。